どうも、金子です。今日は腰の回し方について説明したいと思います。ズバリ腰を回すというのは骨盤を前後ろに動かす、これが腰の実際の動きになります。このチャンネルではゴルフの練習やコースラウンドに必要なさまざまな役立つ情報を配信していきます。ぜひチャンネル登録お願いします。その先ほど言った骨盤の動きですが、骨盤というのはもともとこのような、板状の、表現上は板のような形になっています。この骨盤だけではこのような動きしかできないわけです。そして腰の回転というのはこの骨盤の動きによるものですが、肩が動いて、ここが動いて、そして骨盤が少し回転すると太ももが回ってトップまで上がる形になります。肩が動いて、胴回りが動いて、骨盤が動いてトップまで行って、この足に力が入るわけですが、腰を回そうとしてこのように回してしまうと、肩のこの回転と腰の回転が同じ運動量になってしまうことによって、この回転だとこのように少し回りすぎることによって、クラブヘッドが少し遅れて動くような振り遅れという状態になってきます。なのでこの肩を動かして胴回りが動いて骨盤が動くと、肩はここまで回りますが、骨盤はこの角度、この角度とこの角度という形で、この差がねじれという状態で、この差ができると下半身のリードもこのようにスムーズに、肩が90度で腰が45度ぐらい、そうするとこの腰を動かした時にこのように回転がスムーズになるわけです。なので骨盤はこのベルトの下あたりを持って、こういう動きしか行けないという状態になります。そして人はそれぞれ股関節や体の柔軟性が違います。そのため骨盤の動きというのも、この辺の関節が硬いとうまく動くことができません。なのでこのクラブをこのように立てて、こちらの手が 上下でもいいので、このように立てます。そしてこの状態から軽く前傾をして、骨盤をこのように動かします。良くないのはこのシャフトを立てた時にこのような動きになってしまうと、これは
骨盤が動いているというよりは回っている状態なので、すごくトップオブスイングで外側にかかってしまって、ダウンスイングも左にスウェーしてしまうという形になります。クラブでなくてもテーブルやバックで構いませんので、こう持ってでこう骨盤を前後に動かす練習をしていただくと、体の回転がこのように動くとトップの位置が決まってきます。そして減点ができることによって、腰をリードしたときにフィニッシュまで このように出てきますので、ぜひ骨盤、腰の動きというのは骨盤のこういった動きなので、決してこのような左右にスウェーするようなスイングにならないようにだけ気をつけて練習をしてみてください。それではまた次回の放送お楽しみに。バイバーイ。